はい、では始めます。まあですね、もう1年目課題がですね、もうあと1週を残すばかりになりまして、もう、16年度生がもうちょっとで終わるんですね。16年度1年目課題っていうのはもうちょっとで終わります。で、ですね、今それで課題の方では、空間と人に関係する、まあ、自由課題ということで先週と今週はあるんですけれども、まあ、その中でちょっと話してる、なんかいくつかのポイントを話したいと思います。なんかたまにいるんだけど、魚眼みたいなのをちょっと書いてくる人がいるのね。魚眼みたいなの書く人がいるんだけど、魚眼ってわかるかな？なんか魚の目って書くんですけど、実は魚眼って、よいしょ。そういうレンズにしてんだけど、なんか全然人は、キャラは全然なんか魚眼じゃないみたいな人結構いるんですよ。キャラはなんかこういう普通のキャラクターで、で、なんかパースだけがなんかこう、ちょっとこう歪んでるみたいなね。パースだけがなんかちょっと歪んでて、こう歪んでますよみたいな。そういう人結構多いんですよ。なんだけど、顔じゃどうやってこう魚眼っぽく、そう、キャラもしなきゃいけないんだけど、どうすればいいかちょっと教えます。まあ、キャラがこんだけ、まあちょっとね、どのぐらいの枝かちょっとわかんないんだけど、ね、フレームに対して結構大きくいるってことは、キャラクターに結構パースがつかなきゃいけないんですよね。で、その時にどう考えなきゃいけないか。このキャラクターを、まあなんだろうな、デジタルというか 3D 的に言うとちょっとマッピングみたいな、こう、分割してね。こんな感じにちょっと考えてみます。で、これが、もっと中央が膨らんで、なんか風船で言うと、なんか、まあ、風船で言うとっていうか風船のイメージでね、ちょっと中心がもっとぷくーっとこう膨らんでると思ってください。こんな感じで、でこの端々のままもうすごい奥に行ってると。これでこうすごい風船が膨らんでるように見えるでしょ。でその上にこう描けばいいんですよそれだけなんですよね。変な絵になりますよ。変な絵になるね。しょうがないです。で、この口はここら辺でしょ？こう。まあ、耳がこうあったとしたら、この耳も遠いですよね。遠くに行っちゃいます。こう。これだけなんですよ。これだけですね。いや、だから、ここにあったものが、ここにあったものがここに来るでしょ？ここにあったものがここに来ると。っていう、ただそれだけですよね。そういう風にしてるだけなんで、そう。それだけですよ。そう。で、ここら辺に生え際がこうあったとしたら、その生え際もこうなるじゃないですか。ね。耳見えるかな？見えても見えなくてもいいですよ。そう。要するに、まあ、僕の口癖、要するになんだけど。要するに、分かれよみたいな話のやつ。要するに、また言っちゃうね。自分で言っちゃうと。あ、今日、じゃあみんな、要するに僕何回言ったか、最後のお連れした時にこう、カウントゲーム始めますよ。要するに、何回要するにを言ったか、要するにカウントしてください。はい。まあ、この部分がこう伸びてね、っていうふうに思ってくださいね、こうね。そう。要するにカウントしてくださいからカウントしてください。はい。さっきね、言ったところからね。はい、まあ、こんな感じで、キャラも描いてほしい。だけど、キャラは結構パースつくんですけど、実は、手前にあるものは、すごくパースがつくんだけど、実は奥にあるものに関しては、案外つかないというか、割とそんなに変わらない。というのも、その魚眼っぽいとか、まあちょっと広角っぽいっていうのもちょっと違うとは思うんですけど、要するに歪みって、手前のものほど大きくついて、で、奥のものほどそんなにつかない。
っていうのが、そういう極端なレンズの特徴なのですよ。なので遠くにいる人は実は割とフラットというか遠くの壁とかねそんなにつかないというのもこの線でそのパース感って決まってるんですよ。その中間はその中間で描けばいいんで、まあ、こういうパース感なのねっていうのが分かるんでこの上にただ描いていけばいい。手前のものはつく。で、近くのものはあんまりつかない。っていうふうに、遠くは望遠っていうのも変なんだけど、まあ、近くと遠くで、だいぶついてる差があるという状態ですね。こんな風になんか、今適当に引きましたけど、こういう風に書いたらね、こういう風に書いたら、このパース感っていうのを、守らなきゃいけないんですよ。じゃないと、その上に人がいるように見えないので、それを守らなければいけないんですよね。当たり前の話ですけど。一つこのように決めましたら、これでこの人が、アイレベルがここら辺って分かりますよね。この線がアイレベルですよ。分かりますよね。だとしたら手前に来たらここにいる人はこんな風にいなきゃいけないですね。こんな感じで。で、いやこんなところにパースの線が難しいですって思うじゃないですか、やっぱり。やっぱりそういう時にポイントになるのは、難しい空間、あ、ごめんなさい。これじゃ間違いですね。こうだ。こうだ。こうね。こういう空間ね。いや、どういう風に変えていいのか分かんないですっていう言うんであれば、まず丸と四角で書いてください。もう今回のね、今回のっていうかもう毎年毎年僕が言ってるやつですけど、空間にどうやって載せていいのか分かんない場合は、とにかく丸と四角で書いてください。ってなると、もうこの空間に対して、ここに例えば、何か乗ってね、この上に乗ってて、誰かがね、いるとしたら、まあ、ここにいるんだったらこういう絵になるってことですよね。で、そうだね。仮にですよ。仮にですよ。この人がバタンって倒れた時もちょっと考えてみようか。バタンと倒れた状態。この人がこの一コマ分っていうのはこの分ね、案外ねこれで一体分だったりするんですよ。 これで一体分わかります、この感覚。これがバタンと手前に倒れたとして、この人がまあこう倒れたらまあこうじゃないですか。これはわかりますよね、真横に倒れたら。ってことは、斜めに倒れたら、ここら辺にバタンとくると。うん。ね。っていう一つの、なんだろう、まあ、法則性が見つかったとして、で、まあ、これが大体同じこう空間、距離でこう手前に来てるとしてね、とすれば、この一個分、最終的にこの一個分が手前にこう来て、こう倒れてる一体分になると。それが、こう、続々と、こう、仮にですよ。ちゃんとこれ、測ってやった方がいいんだよ。こう、今適当に書いてますけど、大体こうやって合わせてね。こうやって合わせて、真ん中真ん中で切っていったとしてですよ、仮にね。一定の空間だとしてですよ、これが手前に来るにしたって。こういうことが、まあ、見える？見えてる？こうすると見えるのか。こういうことをね、ちょっと、実は最初の、空間を作るときのセッティングとして、すごく重要なんですよ。別にこれが一つ分としなくてもいいですよ、うん、はい。困ったら丸と四角で、いろんなところに自由自在に空間に、置くということですね、はい。こんな落書きを皆さんちょっとそう
どういう状況なんだ、特にどういう状況だっていうのはない。うん。そう。説明のためにしてるだけなんで。あんまりこういう、そう、こけしでし、いいんですよ。こけしでいいんですよ。そう。だから、こんなパースを書いてるのに、まあ僕が間違って最初書いてたけど、あんな風に立っちゃダメなわけですよ。体勢がね、おかしくない状態でなければね。まあ、例えばここに立ってるんだったら、この人は、こうなるし、なんでこの人ベースでいろいろ書かなきゃいけないか。例えば、この、まあ、空間にですよ。いきなり、入り口があって、なんか戸があって、窓があってとかやり始めるときに、人ベースにすべてのものっていうのはできてるんですよね。例えば、ここに入り口があったとして、こんな高い入り口って作んないんですよ。こんな入り口は作りません。で、なおかつこれ一体分で150センチ、まあ仮に150だとして、この人はね。150センチだとして、これで150センチある。ってことは、例えばここに、扉をつけるとしたら、2メートルぐらい、高さ2メートルぐらいっていうのがわかる。で、幅が、だいたい80、79ぐらい、77、8ぐらいから、だいたい90ぐらいの間なんですよね、取ってね。扉、1枚ね。で、考えると、こんなもんかな。こんな扉になるのかな。ちょっと大きいね。大きく見えるね。ここに来たときに、で、例えばこの人が奥にいて、遠くに窓があるとすれば、こんな感じの窓に多分なると思います。で、この一つの窓が、まあ、この窓と同じような窓が何個もいっぱい並んでると仮にすると、すごい薄い窓がここ入って、少ないですよ。これ、このぐらいに見えるんですよ。これがここだとこんな風に見えるんですよ。この感じ分かりますかね？そう。で、まあ、ちょっとこれさすがにね、高すぎますよね、この部屋。大体部屋の高さってどのぐらいだと思いますか、皆さん。自分の部屋の高さ。さあ、ドンと。大体部屋の規格って決まってます。大体高さいくつですか。みんな3メートルの部屋に住んでんの、マジで。自分の部屋、2.4 なんですよ、実は。2400です。そう。あのね、2400以上の 2.5 っていうのはちょっと豪華な作りになってて、それ以上だとちょっと予算がいきなりね、アップするんですよ。そう。そう。2.5 になった瞬間から規格が1個上になるから、全部の、例えば半端材っていうのが出る。半端材っていうのは要するに、規格以外だからそこに、最後に例えば、なんていうのかな、断熱材とかいろんなね、シートとか、そういうのが全部合わなくなるから、そこに埋めなきゃいけなくなるわけ。その 2.4 以上になると。うん。そう。だから、2.4 ってのが、みんなじゃあ測ってみましょうよ。だいたい 2.4 ぐらいだと思う。うん。そうすると、ドアっていうのはだいたい 1.8 ぐらいになるのかな。うん。1枚ね。だから、身長180ぐらいの人はちょっとかがんで入ったりするよね。だから、身長180ぐらいとか、2メーター近い人だったら、なんだろう。やっぱそのぐらいあってもいいかもね。3メーターぐらいね。部屋がね。で、まあ、これ150って今やったじゃないですか。だとしたら、2メーター40を作るためには、ここで150だから、まあ、半分で90だから、まあ、こんなもんかなと。ここでいいんだよね。だから。そうすると、ここで切っちゃえばいいんだよ。今最初、都合上適当に書いてただけであって、あとはこうやって切れば、で、この空間でまた作ればいいわけです。ここでね。こんなもんかって。それで2メーター40の部屋になるので、おそらく皆さんが見慣れた部屋にだんだんなると思います、これで。ほら。ちょっと見慣れた部屋になってきたでしょ、ちょっと。高さが下げただけで。
そう。そうですね。うん。っていうふうに、その、大体の、その、なんていうのかな、理屈が、ちゃんと分かってれば、今、適当に書いてた落書きが結構部屋になるんですよ。うん。っていうのが、まあちょっと、まあ人ベースのね、考え方。で、次ね、カメラワークのちょっと問題をちょっと話したいと思います。ある人の質問で、塾生の質問で、こんな質問がありました。給水塔と人っていう課題がありましたよね。給水塔と人っていう課題がありまして、こんな感じで給水塔がありますよ。ね。で、ここに人がいますと。で、この給水塔と人の見え方的に、どんなことが、言えるのか、ちょっと考えてみようっていう、これ、復習ですね、本当にね。うん。こんな絵って作れるんですかって質問がありました。これフレームね。うん。給水塔があります。人がいます。給水塔があります。人がいます。この給水塔と人の高さが同じに見える。ここにいてね、この入り口から見て。カメラワークどうにか考えて、こういう状態って作れますかみたいな。皆さん作れると思いますか？これが給水塔。これね、これね、これ。これね。これが1と。で、これが1と。で、この人が2と。これが2と。これ頭ね。うん、はい。として、これってこういう状況って作れると思いますか？作れないですか？はい。うん。うん。作れる？作れない？うん。はい。どっちだ？さあ、どっちだ？どっちでしょうか？うん。余裕？はい。じゃあ、ちょっと問題出してみようか、アンケート。ね。はい、はい、どっちでしょうか。答えだ、じゃあ結果出しますよ。おお、まあできるんですよ、簡単に言うとね。まあできるんですね。はい。というのも、多分この話って、上と下、あるいは物の大きさ、関係なくできます、これ。うん。これ多分高いところにあるから、大きいから、いろんなことを考えてしまうんでしょうね、きっと。こういうこともできます。給水塔がすごくちっちゃくなって、この人がすごく大きい状態。これもできます、当然。で、しかも高さも同じ。これもできる。うん、同じ大きさにすることもできる。同じ大きさに給水塔と人を同じ大きさにすることもできる。同じ高さで。何でもできる。どうにもできる。うん。さあ、この答えをどのようにあなたはスマートに説明しますか、その人に。こういう問題はどうですか？さあ、その人にどのようにこれを説明したらいいですか？沈黙。沈黙。うん。はい。僕はこのように説明しました。これは別に回答編というか、僕はそうしたよっていうこと。多分その人の僕はね、考えでは、この途中に、まあ、今のこの絵でいいか、そのまま。このままこれ使うか。多分途中にこの建物があるから、その人は、混乱したんでしょうね。そして僕は常に説明しているときに、なんとまるで適当に書いてますよね、これ、便宜上。最初から、建物なんか考えなきゃいいんですよ。最初からこの状態で考えてみてください。人も頭だけ。この給水塔も上だけ。考えてください。要するに地面なんかないよ。アイレベルなんか知らないよ。
丸、二つの丸があると思ってください。こっちにあるのは1という丸、こっちにあるのは2という丸。はい。ただの、グーが二つ。こういう状態。こういう二つ。こういう状態。それが大きい、ちっちゃい関係ない。そう。うん。ピンポン玉でもいいよ。なんでもいいです。大きいピンポン玉とちっちゃいピンポン玉。月と太陽でもいいですよ。そう。惑星みたいなんでもなんでもいいですよ。その時に、カメラがどこにいようがこういうの作れそうじゃないですか。カメラが2に近ければ2がでかくなる。うん、じゃあ、カメラが1と2から離れた時、1と2が、これが1ね、これが2ね、十分に離れた場合、もっと離れた場合、どうなっていくか。元のサイズ感が露骨に出始めます。元のサイズ感っていうのは、給水塔と人というこのサイズ感。給水塔と人のこのサイズ感がもろに出ます。だから人がこんなちっちゃく見えるわけですよ。遠くから見たときに。この感じが分かってるか分かってないか。これが要するに望遠っていう概念、考え方になるね。遠くから見たときは、そもそもの対比がそもそも出やすいと。うん。要するに。要するに。ね。近くから見た場合は、どんどん2が大きくなって、1が小さい状態っていうのがあり得る。ね。考えられますよね。っていうことが、この考え方が何にすごく重要かっていうと、みんな必ず見せたいものがどんどんぐちゃぐちゃになってわけわかんなくなるのね。これは本当によくあるんですよ。その時に、とにかく見せたい対象を最初丸で囲んじゃって、優先順位をつけてほしいです、とにかく。そうしないとうまい絵は多分描けないんです。ちゃんと、まとまりのいい絵は描けないと思います。ここにドンとこう、見せたいものを見せる。次、ここにこう見せる。他はこんな感じで、じゃあ、配置していこうかな。とかね。例えば。こういうことなんですよ。給水塔をドーンと大きさを見せたいって時は、こうすればいい。で、これを見せられるパース感を作る。これが成立するであろうパース感を作って、これはまあ、給水塔と人の課題をもう一回ね、ちゃんと詳しく見てほしいんだけど、これが成立する、絵を絵にすればいい。っていうことですね。こんな感じでね。うん。はい。っていう練習なんですよ。その、給水塔と人って。ね。そう。そう。そういう練習のための課題なの、給水塔と人は。うん。そうなんですよ。で、これはそのまま、例えば、これはちょっと今回の課題だったんだけど、例えばね、モブがいっぱいいる、その、なんだろうね、これ、お祭りかなんかの絵を描こうとしたのかな、本人は。そういう絵を見せる、描きたいときも、例えば、ここに、主人公がいて、その子をなんか見てるこの子っていう多分絵だったと思うんですけど、その人のアイデア的にね。そういう時に、こうやって最初決めるのね。これ1、こいつ1、こいつ2と。で、これが成立するであろうための、モブを作ると。なんだけど、ここのこの人のこの対比ってのがあるわけだ。こういうのをやるためにはアイレベルがまずここにしなきゃいけないのか。でもモブをもっと下げたいんだったら、この子のいる場所を高くすればいい。例えば階段に登った先にいるとか、ね、そういう地形的な変化をつけてここにいることにする。っていうことができる。だから、一段下げて、アイレベルはここに取っておくと。そういうこともできるわけですよね。で、それが、成立するであろう、パース空間を作っていくと。こんな絵なんだけどね、その人が描いたやつはね。
ていうふうに見せたいもの、見せたいものを基準に、そう。っていうことですね。パースってさ、みんなさ、そもそも、ちょっと小がしこいやつがさ、いわゆるパースティクティブをついたものの言い方とか言うよね。パースペクティブっていうのは何かっていうと、物事に優先順位をつけるという意味でも実はあるよね。要するに角度をつける。要するに、パースをつけるってそういうことなんだね。要するにパースをつけるっていうのは、ここに大きいのがドンとあって、こっちにちっちゃいのがドンとあるよと。まあ、ちょんとあるのね。大きいのがドンとあって、ちっちゃいのがちょんとあると。これが要するにパースペクティブのついた状態っていうことになるわけだ。ね、それはうわーって今大きく言ったのとうわーって言ったので大きいちっちゃいって今声でパースがついたのわけですよ今そういうことなんですよ実はパースって言葉自体が。だから優先順位がちゃんとついてる絵、見せたいものがはっきりしてる絵っていうのが要するにその支配力があるんですよ。見てる人に対して支配力がある、影響力がある。要するにずっとわーってずっと一定の話をされてもみんなつまんないでしょ。じゃなくて大小、それは音楽もそうじゃん、強い弱い、ね、そういうのが あった方が絵っていうのは、見てる人がわかるということですね。はい、この枠はとりあえずこんな感じで、ちょっと次枠もなんか喋りたいと思います。じゃあお疲れ様でした。さようならとか言って、じゃあ次いきますよ。はい。次はですね、この感覚はね、すごくね、まあ、大事になるんですけど、例えばね、すごく難しいレイアウトをちょっと書いてみますよ。ちょっとだけね。まあ、新規で調べるか、自分で。ちょっとフォームを書いてみましょうか、フォーム。プラットフォーム。一回切ろうかな、さすがに。ここで一回切りますね。これは YouTube の方ね。